中山道のたるい一律かアルゼンチンのプエルトデセアドの南にある貝塚塚とはその周囲の地面よりこんもりと丸く盛り上がった場所を指し、具体的には何かが集積、堆積した盛り上がりや小さな山や丘や古墳などである。または、それらの場所や特別な意味のある場所に建立された石像や木像などの祠や塔や石踏みなど、遺跡としての塚は古墳、塚山、墳丘墓を参照。その他の人工的な地盤の盛り上がりは土塁、盛土を参照。墓とも解釈されるが、必ずしも遺骸が埋葬されているとは限らず、生物にも限っていないことなどから厳密には区別される。通常の家系や戸主が守り伝える私的な墓ではなく、広く万人が弔うような墓を指し、祖霊信仰の枠組みから外れてしまうような、縁故のない者の御霊を祀った墓を儀塚と特別に呼称した。一方で不特定多数の縁故のない者の御霊だけで、なく、無念をもって死んだ有力者などを積極的に祀り、塚を建て万人が、鎮魂、信仰した側面もある。古墳時代の朝廷や豪族の墓とされる古墳も、その形状からだけでなく万人が慰霊したことが、名称に塚が多く用いられている理由とも考えられる。伏見稲荷大社のお塚の一つ、具体的には、日本の民間信仰である古神道に密教や道教の陰陽五行思想などとの集合した様々な信仰において、祈願記念や感謝や慰霊の記念として、多くは土を小高く盛った上に建立した自然のままの岩や祠や石塔などの石踏みである。古神道に由来する観念として、無念を持った者の魂が神霊となり、荒ぶる神にならぬよう祀ったものでもあり、古神道の根幹をなす、万物に神や命が宿るという観念から、感謝や祈願を込めて、器物や生き物を祀ったものでもある。猿石、山王権現と、女子時期は、イザナギとイザナミが、常世から逃げ帰るときに、鬼神の追手を防ぐために、遷移岩を結界として用いたことと、岩坂が結びつき、結界の神である、祭の神が生まれ、塚が結界としての意味を持つようになっていき、岩倉信仰から派生したと言われる石像を、主としたものになっていった。猿田彦を騙し、ニニギの尊の道案内をさせ、後に夫婦となった。雨の渦めの神話から、苦神という、道の神が生まれ、祭の神と合わせてこの二つが集合し、道祖神信仰となり、この道祖神にとなっていった。道祖神信仰は、旅の無事を祈願した、田向神とも集合し、一里塚や峠の塚など、集落から離れた場所にも、塚が建立されるようになった。が違うものもあり、様々である。例として、姫塚は、古墳の名称である塚と、とある姫が亡くなったことを記念した姫塚がある。項目の分類も便宜的なものであり、密教塚のように信仰に関わる記念としての側面を持つものや、鯨塚のように感謝だけでなく慰霊の側面を持つものもある。古来から日本では、神羅万象に神霊や命が宿る、考えてきた。これは、文化人類学におけるアニミズム論でも言われるように、世界中の初期文明において、押し並べて、自然発生的に生まれた信仰と同じくするものである。古神道とも言い、その起源は分かっているだけでも、縄文時代まで遡り、縄文神道とも言われるが、封建社会を経て近代化してもなお、このような原始宗教とも言われる、世界観を持ち合わせる国は少なく、塚の建立は、日本独特に育まれてきた観念からの再例でも、ある。巧妙な人々の足跡や業績に対し、敬意や信望から立て祀ったものや、人々の安寧を願い、ある信仰や思想の流布の象徴として建立された塚である。福岡市東区志賀島の蒙古塚古神道や、神道において、神霊は二つの様相を持ち荒御霊、和御霊とも言い、荒れ狂う時と和やかな、落ち着いた時があり、禍と福をもたらすと考えられている。また祖霊信仰や自然崇拝から無念を伴って亡くなった生命は荒御霊になり、禍をもたらすこともあると考えていたので、そのお玉代として塚を建立し慰霊してきた歴史がある。祭りの本来の漢字の意味は慰霊である。室町時代の頃から軽工業の発達により、都市部を中心に消費社会の傾向が出始めていた。それまでは自然崇拝や祖霊崇拝であった観念が家畜や器物にまで及び、物を粗末にしないようにとの思いから、不相神などの神霊の観念が生まれ、江戸時代まで引き継がれた。そして、昨今の研究によれば、江戸時代は世界で例を見ない資源還元社会であったと言われている。古神道の世界観は、現実世界としての現世と、神域や神の国や、死後の世界としての常世に分かれており、神無や岩坂やひもろぎなどは、その神域との端境であると考えられ、結界としてのしめ縄が張られ、時には禁足地ともなった。場所だけでなく、大間時や牛三時のように、1日の時刻にもその神域へ誘う端境があると考えられた。これらが時代を経るに従い、道の形状の特徴的な峰や峠や坂や、時には橋や門や村境や町境などの集落の境界や、道の交差する辻なども、その神域との端境と考えられた。長野県軽井沢町の道祖神も、友とは、道に迷わないようにと作られた道標でもあるが、集落に災いが及ばないようにとの思いからの、結界でもある。同時に、旅や道すがらの安全を願って建立された塚や、それに類する石造りの像が、今日でも信仰され、路傍にひっそりと佇んでいる。入山圏や山の貴族や村境や町境をめぐって紛争があり、人々の無念の思いや被害があったことや、その場所がいわゆる神域などの神聖な場所であったことから、そこに宿る神や紛争で命を落とした者に対して祀った塚が日本各地に存在する。基本的には何かが集まった状態で、人や生き物によって築かれる小山も塚といった。水かも見方を変えれば、緊急時のための食料を集積した貯蔵庫であるし、密教塚も宗教的な意味合いもあるが、貝塚と同様に残滓の集積でもある。ヨーロッパモグラのモグラ塚の類例その他の塚。ありがとうございます。